皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は非常に蒸し暑いというか、昼めちゃくちゃ暑かったと思うんですけれども、皆さん、体は大丈夫でしょうか。花場メッセ2024の、今日は、現地に行っていただいた方等に集まっていただいて、レポートいただくというようなことを、やってみたいと思います。会場は、この4人です。それから、ドイツから、馬場さんに参加させて、していただいています。ちょっと。よいしょ。簡単に自己紹介ということで、福本さん、よろしくお願いしまよろしくす。お願いします。合同会社アルファコンパスの CEO を務めております、福本と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう何年、あの場行きっぱなし？16からだから、もうすぐですね。すごいですね。7回目ぐらい。あ、すごいですね。馬場さん、よろしくお願いします。わわと申します。三菱エレクトリックヨーロッパの、と今、現在、ドイツ支店におります。2021年からですね。ハノバーメッセはですね、初めて、訪問した2012年だったかと思います。今、画面の後ろにホワイトアスパラガスが映ってましたね。美味しそうですね。ドイツの春の風物詩ですけど、実は、収穫していいのは今日までというので、ちょっと拝見しました。どうもありがとうございます。続いて藤野さん、よろしくお願いします。野村総合研究所、産業 IT イノベーション事業本部って書いてますが、県未来創発センターということで、首席研究員兼シニアチーフストラテジストという形で働いております。ハノバメッセ、2016年からかな。そうですね、で、1回、2021年は行きませんでした。それ以外は、参加しております。以上でございます。中島さん、よろしくお願いします。RRI の中島と申します。よろしくお願いいたします。私は、ハノバメッセは2019年からですかね。RRI に入ったのが2018年ですから、2019年から、コロナ挟みましたけれども、それからは、そんな感じでしょうか。モデレーターの水上です。RRI 産業 IoT のアドバイザーということで、今日の司会役を務めさせていただきます。実は私が全然行ってなくて、2015年に一度行ったんですけど、そこからは行ってないんで、今日は皆さんの話を楽しみにしております。で、今日は、こんなところを、話を、引き出していきたいと思います。最初、ハノバメッセって、どのくらいの方がご存知か別として、簡単に中島さんに、紹介していただこうかなと思っています。あとは、順番にこれやっていきますので、聞いていていただければなと思います。では、早速ですけど、中島さん、イントロダクションということで。ハノバメッセ、世界最大級の産業見本市ということで、知られていると思います。で、我々の、接点で言えばインダストリー4.0っていうのは皆さん、お聞き及びかと思いますけれども、そういうのが中心になってますけれども、それ以外にも、例えばエネルギーであるだとか物流であるやとか、そういうのがドバーッとこう集まっているということで、今年は出展したのが4000社ですかね。で、来訪者が13万人ということで、これは去年とほぼ同等と。ただ、やっぱコロナがあったんで、ちょっと減っちゃいましたねということで、一番多かったのは19年の、21万何千人来ましたねという時からすると、ちょっとまだまだ、そこまでは行ってないけれどもということで、世界中から、いわゆる産業に関するソリューションというか、いろんな、知恵というかが集まっているという、そんな感じでしょうか。今年のテーマとかは？今年のテーマはエナジャイジングはサステナブルインダストリー。
ということで、サステナビリティっていうのはもうしょっちゅうあちこちで聞かれるんですよね。だから、そこら辺は今回の今日の話の中でもいろいろ顔を出すと思いますけれども、そんなような形で、開催されています。あとちなみに毎年パートナー国っていうのが選ばれて、特別な展示をされたりするんですけど、今年はノルウェーなるほど。ということになってですね。ドイツとなんかエネルギーネットワーク作るって言ってましたね、なんか初日に。いろんな地政学的な脅威があの辺あるんで、そうです現ね。在職かもしれないですけど。それは結構差し迫った問題ですね。ありがとうございました。では、早速本題に入っていきたいと思います。ここに集まっていただいている方々は、いずれも、それぞれ、一人一人ご自分の視点で、ものを見てこられている方なので、ぜひまず今年の2024のハノバメッセ、そうですね、各人のおすすめっていうんで、注目点を、少し、順番に紹介いただこうかなと思います。トップバッター、福本さん、よろしくお願いいたします。今年ドイツメッセが、主要テーマで掲げていたのが実は5つあって、1つはカーボンニュートラルプロダクションで、2つ目が AI とマシンラーニング、3つ目がエナジーフォーインダストリーで、3つ目がインダストリー4.0のマニュファクチャリング X で、5つ目が水素燃料電池だったんですけど、展示面ではやっぱりその AI ですね、特に生成 AI に関する展示がとても目立ったと言っていて、人がやっぱり自然言語でいろんなニーズを出すと、例えば、マイクロソフトさんのコーパイロットとかが、プログラミングをしてくれたりということがあったり、過去の 3D の設計情報に基づいて新しい設計をレコメンドしてくれたりということが、あったりするので、この辺は人がやっぱり重鎮業務からだんだん出てくるっていうこともあると思うし、それからあとあれですよね、やっぱり情報とものが一致してないと、なかなかこういった新しいテクノロジーは使えないと、成仏一致がとても大事だなということがあるときに、それから、あれですね、データ連携基盤についてはマニュファクチャリング X と他の、いろんなサブプロジェクトの関係がはっきりしてきて、コンテナ X がちゃんとマニュファクチャリング X のサブプロジェクトだよって、他にいろんなファクトリー X とかエアロスペース X とかいろんなサブプロジェクトが立ち上がって、製造業全体をどういう役割で見てくるか、それからグローバルどうやっていくか、このあたりが少し見えてきたなって感じがしています。はい、あんまり福本さんが話しちゃうとちょっとドキドキしていました。皆さんよろしくお願いします。福本さんがおっしゃった通りなんですけれども、すいません。いえいえ、多少補足しますとですね、昨年は、やっぱりカテナ X で自動車産業の、データ連携の仕掛けがですね、最大のプロモーションのポイントで、特にバッテリーパスポートにフォーカスされて、バッテリーの、リチウム、ニッケル、コバルトの鉱山からですね、最終的にユーザーが使っている段階まで常にトレースをやって、最後サーキュラーエコノミーまで持っていくと。これはカーボンフットプリントと合わせてですね、データ連携のことで動かすということで、本当は今年の1月でしたか、グローバルバッテリーアライアンスの下で、詳細なですね、データ連携のスペックが出てくるということだったんですけど、これが2年でしたっけ、そうですね。2年後延ばしになりましたということなんですが、昨年はいずれにしろカテナ X とバッテリーパスポートにかなりフォーカスされてたと。で、今年は逆に言うと、バッテリーパスポート EV については、ある意味もう当たり前で規定路線、タイミングは少し、何て言うんでしょうかね、伸びましたけども、それはもうある意味当たり前だと。で、その後で、今久保さんからお話ありましたけど、ファクトリー X だとかモビリティ X、 エアロスペース X、いわゆる製造業が社会システムとして機能している段階で、つまりアフターマーケットの段階でのデータ連携まで含めて、さまざまな産業でデータスペース、データ連携する仕掛けを作っていこうという話がですね、実際の取り組みとしてご紹介されるとともに、各企業がそっちに向かって走っているというのがですね、おそらくちょっと引いて考えると、一番強いメッセージかなと思います。
で、なんでデータ連携かというと、もちろんカーボンフットプリントとですね、サーキュラーエコノミーあるんですが、やはりそこにですね、メンテナンスリペアオペレーションというか、設備の運用保守をどれだけ効率化していくのか、でそこに AI をどう使っていくのか、その AI に食わせるデータをどうやって取ってくるのかと、まあ、こういう大きなアイデアの中で、いろんな企業のいろんな取り組みが紹介されてたというのが一番目についたところかなというふうに思います。はい、以上でございます。すいません、馬場さんを抜かしてしまいました。馬場さん、よろしくお願いします。はいはい、ちょっとだけじゃ画面を私の共有させてもらってよろしいでしょうか。はい、先ほどちょっと待ってね、今共有しようとしていまして、出てますかね。出てます。出ました。はい、中島さんから少しお話ありましたけども、これここ数年の、ハノーバーのハノーバーメッセの入場者数推移を私の手持ち資料から持ってて、19年がマックスでしたけど、なんか20、まあ、手持ち資料だと17年の方が微妙に入場者数多かったような、多かったのかもしれないですね。まあ、ちょっとそのあたり細かい話ではあるんですけども、やはりですね、まだちょっとこれを見てもらったら見えてくるのが、コロナ前までには回復してねえなと、ちょっと寂しいなというのが、正直このあたりの数字から、思ったところではあります。というのも、私、まあ、ドイツに駐在していると、日本からちょっとハノーバーメッセ調査に行きたいから、ちょっと受け入れてくれやとか話になるんですけど、そこで、まあ、このやっぱり円安の折、そんな高いお金払って、こんな調査に行く価値があるのか、そのあたりのちょっと一種のビジビリティスタディやってくれっていうのもよく言われるので、まあ、このあたりは、行く価値があるのかどうかっていうのを一つの、まあ、エビデンスとして、まあ、このあたり集めてた、データを集めてたんですけども、なんかこれだけ見ると、もう、ハノーバーメッセの役割終わったというふうに、ちょっと感じる人もいるのかなと思うんですけども、やっぱりこれ出展者メッセ側もだいぶですね、このあたり危機感持ってるっていうのがいろいろ感じられることがいろいろありまして、はいはい、例えばですね、その前回入場来場者に実は2年連続で無料招待券配布しているんですよね、メッセが。はいはい、で、これ確か買うと結構いい値段やったと思うんですけど、入場券って。はい、でさらに、その呼んでくるゲストがどん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 豪華になっていくと、大体まあ、そのパートナー国が来る関係で、首相が来るっていうのはあるんですけど、今回はもう、この右側に写真載せてますけども、副首相、それも経済および環境担当の、ハベック副首相ですけども、がもう2日間ほぼ出ずっぱりで、会場に詰めておられたと。まあ、1日目はなんかその、首相が来られたところに一緒におられて、で2日目にリーダーズフォーラムというフォーラムがあって、はい、まあ、これはそのリーダーズフォーラムの、講演の様子ですけども、そこに出てる。で、あと、セミナーがいくつか、開催されるんですけども、まあ、そのテーマ別に、セッションがあるんですけども、それぞれのテーマに対して、このハベックさん全部メッセージを送ってたり、インダストリー 4.0 関係のところにビデオレターまでくっついてると。それをウェブサイトから見れる、そこまで力が入ってるっていうのが見えました。で、やはりそういう国が引っ張ってるんだっていうので、やっぱり呼んでくるゲストがものすごい豪華だなというのは感じるところではありました。で、まあ、今回、RRI さんのメンバーとかと一緒にちょっと動かしてもらったんですけど、やっぱりそういう人たちが会うと、そこで、やっぱり、俺たち今こんなん考えてんねんけど、うん、お前んとこどうや、乗らへんかみたいな話がポンポンポン出るんですよね。で、やっぱりそういったネットワークと技術交流の場としてのメッセっていうのはやっぱりまだまだ健在だなというのをちょっと深く感じてですね、ちょっと日本からの参加者はだいぶ少ないんで、このあたり非常にもったいないことしてるなというのが私の感じているところではあります。はい、ありがとうございます。コロナでだいぶ様相が変わってしまったのと、やり方を今模索してるんだろうなとはすごく思うんですけど、僕の記憶だと奇数年が会場全部で、偶数年が半分強ぐらいの会場
だったような気がします。一回もフル使ってないですね。というふうに流れが変わっちゃったんですよね、はい、だからやっぱり入場者数もどうしてもそっちに引っ張られてるところもあるのかなっていうのと、出社も減ってますしね、はい、それ結構まだ課題ですよね、はい、あと今回もまだホールの中にちょこちょこ、空いてるスペースが使ってたような状況ですね。まあここら辺本当にリアルとバーチャルをどう合体させて展示会をすればいいかみたいなのは、まあ、ちょっとハノバのコンテンツ自身じゃないんですけど大きな課題なんでしょうね。あとはその出展者コロナの間ハノバメッセをかなりオンライン化するっていう試みが、なされて結構いろんな情報がオンラインで出てた、まあ、出展者数は減ってますけど、はい、でも それでもあまり人が集まらなかったっていうのを考えるとやはりここは人と人がというところに対して皆さんにかなり価値を見出されてたのかなとそういったのも感じるところではあります。はい、僕なんか2015年の印象に残ってたのは展示があるんですけど布がかぶってあって、今年秋にぴょって書いてある。おお間に合わなかったかな。だけどそうやってでも会話はできますっていう、だから行ってみないと分かんないものっていうのは当時ありましたね。まあRR の私なんてそうなんですけど、僕はもう展示見ないで人と会ってばっかりなんですよ、うん、だからさっき馬場さんがおっしゃったようにその人と会う機会っていうかむしろそういうふうに使わないともったいないよねっていうのは多分あるんじゃないかなというのは思いますし、あとさっきちょっと言いかけたんですけれども今回出展するその国別 なんていうの出展者数っていうドイツがさっき全部で4000って言ったけどもドイツが1300で2番目が中国で1200って言ってましたね。のを聞くとですねやっぱり彼らは、まあ、どれだけやってるか分かんないけどやっぱり現地でいろんな人とコミュニケーションするのをどんどん1300社の人たちがやってるもしくは見に来た人がやってると思うと我々は どうなんだっけっていうのも、まあ、ちょっと思ったりします。そうですね、日本からは400社でしたっけ。60社ぐらい。日本はいやいや、出店は30少ない。出展は30です。だから逆に言うとその展示会ビジネスっていうのがどういうふうにやっていくのかっていうのはもともと全然多分発想が違ってるところもあって、うん、僕なんかその15年行った時のあれはシーメンスだったかな3階建てのもうとてつもなくでかい展示があってもうなんかそれだけ見ても圧倒されててそんな広告費なんてどこに日本はあるのみたいな感じたことはありますね。シーメンスは花場メッセ最大の規模で毎年やられてますけど、これ花場メッセって展示会みたいにすごく思うのはみんなが社会とかをどう変えていくかってことをすごく主張してるじゃないですか。プロダクトのスペックとかサービスのスペックじゃなくて、はい、だからある意味なんかこうシーメンスさんも SAP さんもシュナイダーさんも言ってることはすごく似てくるんだけど、でも社会を変えるためにどうしていくんだってこうバッキャス展みたいなものにプレゼンテーションしてるので、それはすごくすごいことだなって思うし、やっぱり相場って必要なんだなって思いますよね。はい、そういう意味で特徴的なのはそういうところですよね。ちょっと近未来を触って見れるような、はい、そうですよね、表現をしているというか、ね、そういうところが多分なので、ぜひ本当は一度ね、機会があったら見に行かれるといいと思いますけど、まあ、円安で非常に物価が高くなっちゃってるとちょっと厳しいかもしれない。はい、すいません、中島さん、あと何かあります？そう、もうだいぶ言われて、さっきもお話ししましたけど、私はあんまりうろちょろうろちょろできしていなかったんで、ただいろんな主要なブースは見に行って、でその後日本に戻ってきてからあれ何だったんだっけみたいな感じはやっぱり考える時間というかそれがあって、はいはい、で、まあ、最近気になったのはそのサーキュラーエコノミー、まあはい、このメッセージはいくらでもそのサーキュラーエコノミーをテーマにしたのがあるんですけれどもで、ドイツの文献だとか何だっけ、ワールドエコノミックフォーラムだとかいろんな文献こう出ている、日本でも
関連の文献出ているとかいうのをこう眺めていくと、その単純にそのリサイクルしますよという話だけじゃなくって、一遍作っちゃったものは長く使いますとかメンテしますとか、そういうところを本気で考えてるんだなっていうのはハノバメッセでも思ったし、でそうしてくるとその製品長く使うってことは次の製品買ってくれるまで時間かかるわけだから、製品の売り上げ落ちちゃいますよねっていうところを考えたときに、じゃあ物の売り上げ落ちちゃうんだけどどうやって速攻カバーしていくのっていうことになると、そういう関連するサービスっていうのをやっていこうっていうふうになってるのが、例えばデータスペースであったり、はい、なんかそういう動きにつながってんじゃないかなっていうのは最近ちょっと感じるものがあります、ね。ソフトウェアデファインド化が進んできて、はいはい、製品が増えてきてる話も、あれ一つはもちろんお客様が物買って使い始めた後に物が変わってくれば自分に応じ、世の中に応じてお客様ハッピーだし経営価値も高まりますって話があるんですけど、もう一つ多分サステイナブルな話っていうのがあるってことをおっしゃっていて、で当然その例えばソフトウェアをインターネット経由とかで入れ替えれば、それがサービス費もらってやってるわけなので、その間で例えばきちんと別の形で収益を得ていくっていうのもあるってことなんですよね。だからあの辺も その辺が全部セットになって考えられてるものなんじゃないかなと思うんですよね。多分そのソフトとかサービス化っていうのはやっぱりサーキュラーエコノミーにも非常に重要なテーマで、サービス化するとそのエネルギー使用量減るっていうのも、もうずいぶん前ですけど吉川先生って東大の総長でやられた方も発表されていて、だそういうところにやっぱりちゃんと着目していかなきゃいけないんだけど、一方で、それをリアルに感じてリアルにいろんな人と話して、あこんなことがあるんだこんなことがあるんだって気づけるのが展示会なのかもしれないですね。そうですね、はい、はい、ちょっとよろしいですか。はい、どうぞ。サステナビリティとサービス化っていう意味で言うと、はい、日本での展示会とちょっと違うと思うのは、やっぱりいらっしゃってる国が、まあ、新興国含めてものすごい多様な国からになってる、はいはいはい、でプラネタリーバウンダリーっていう言葉もありますけれども、要は地球環境そのものを考えなくちゃいけないと思った時に、はい、じゃあ新興国の経済成長のパスはこれまでの例えば日本が辿ってきた成長のパスと同じでいいだろうかという議論、まあ、これも、まあ、ドイツヨーロッパも一緒ですけどという議論がおそらくなされてるんですよね。でその時に先進国で製造業が強い日本とかドイツは何をするべきなんだと、たくさん作って、たくさん売って、廃棄をするのか、それとも経済成長を支援しつつサービスとして社会システムを提供して、で彼らの経済成長を支援しながら我々も長期で、安定的で、かつ収益の高い、それこそソフトウェアにデファインされたビジネス、ね、はい、サービスビジネスを長期契約でやっていく、こういう形で新興国に対して、付加価値のあるサービス事業が展開できれば、そうするとそのプラネタリーバウンダリーと先進国の製造業の、まあ、利害が一致するっていうかベクトルが一致すると、こういうことを本気でやっているって気がしますね。これ言われたから、国連から言われたからやってるのか、そういう議論ではなくて、本気でエンジニアがですね、地球環境のために何ができるんだということを本気でエンジニアが考えて取り組んで実現している。なんか非常にエンジニアのですね、なんかその哲学というか、はい、それを感じるような展示会にいつもなっている。どうでしょうかね。はい、ババさん、そっちにいて、なかなか会話に入れないですけど、いいですか。そうですね、ちょっと、私もドイツの状況をいろいろ見てて思うのはですね、おっしゃってることの、一つのドイツ人の特性として、その仕組み作りがめちゃめちゃうめえなっていうのはね、あれこれ、うん、感じることはありまして。ドイツに来られたことある方、もしかしたらご存知かもしれないんです。例えばドイツのペットボトルって全部回収の仕組みがあって、そのデポジットが乗っかってるんですよね。はい、で、仕組みなんていうのまさにそのうまいこと作ってあるなという、のをよく感じることですし、
あと、環境政策でいうと、ドイツは確か、2021年までに自然エネルギーを半分以上にするんだって、はいはい、国民で、それ、彼らやりきってますからね、で、その時に公約に掲げた原発止めるんだっていうのもやりきったと、まあ、ちょっとまあそれがちょっと裏目に出てるところはあるにしても、仕組みを作ってそれをやりきるっていうところに関しては、結構、すげえなと思うことはよくあるところで、そのあたりともやっぱり、なんかつながってくるところがあるんじゃないかなと思って、今の話、ちょっと聞かせてもらってました。なるほど。そういう新しい捉えができるところが、ある意味、ドイツっぽいのかもしれないですね。今、伊藤さんがおっしゃったみたいに、こうリニアからサーキュラーに変わっていくときって、多分その、部品作って組み立てますみたいなプレイヤーとだけ付き合ってると、なかなかできないので、今まで物作ってればよかったって、この関係じゃない関係のエコシステムを作っていかなきゃいけないって、で今、馬場さんおっしゃったの、そのエコシステムをどうやって作っていくか、そのエコシステムの中で、いろんなプレイヤーの役割分担も含めてどうやって制御していくか、そのあたりがすごくお上手だっていうことなのかなっていうふうに理解をしました。はい、エコシステムっていう意味では面白い話を最近こうドイツ側から聞いてるんですけれども、エコシステムって昔からあるじゃないですか、ビジネスのエコシステム、特にアメリカとかね、はいはい、インテルが、ね、エコシステムこう作ったとか、マイクロソフトどうだとか、そんなのずっと前からあるんですけれども、欧州は割とそれを一生懸命こう研究してきて、で今のその欧州型のエコシステムを作ってるんだけど、うん、その昔と違うのは、昔は個社がど真ん中にいて、自分の会社のエコシステムを作りますよというのは割といろいろありましたと。で、欧州が今やろうとしてるのは、こう、なんていうんですかね、いろんな参加者がそのコアを作りながらエコシステムを作っていくっていうところをっていうのを一生懸命意識して、で、それ多分まだ実験の途中というかトライアルの途中なんじゃないかなというふうには思っていて、例えばそのネカイ X だとかカテナ X にしても、そういう意味では彼らにとってもそのいろんなトライアンドエラーをやりながらもこういうふうに設計していくんだよっていうのは一生懸命考えてるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほどね。まあエコシステム化っていう言葉がなかなか日本ではまだまだなんか腹に落ちない気がするんですけど、そこら辺逆に展示会の中でエコシステムだなみたいなのはなんかありました？展示会の中でシステム、ね、特にないですか？もうなんか随分前、あれ確か藤野さんからレポートいただいたんですけど、17年とかそのくらいの時にもうなんか製品の展示をしてるっていうよりは一緒にやってるメンバーのリストがガーッと出てて、アセットアドリッチトリジョンシェルとかそうですよね、はいはい、でもなんか SAP さんにしてもシーメンスさんにしてもグランソン・ラッソーさんにしてもなんか当たり前に使ってる感じですよね。使ってるかって今日使ってるってことはい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 、うん、だからそこら辺がなんかやっぱり日本は自分の製品をって言って、まあその、はい、見せてるんだろうけども、すでに向こうはなんかいろんな企業とつながってそういうものをやる、で逆に言うとそういうことをやりながらさらに次の年に違う人ともつながれるように、まあ、展示会なんかも利用してるって、そんな感じですかね、きっとね。ちょっと戻るようなことなんですけど、さっきサービスの方に展開せざるを得ない、はいはい、それは違う成長パスを取るために、はい、でサービス、社会システムをサービスとして提供しようとすると一社だけじゃできない、はい、それとそのデータサービスとして提供すると常にいろんな主体とデータを連携してあたかも一社のような形で動かなくちゃいけないと、はい、これだから製品を提供するときとサービスを提供するときとでは、特にソフトウェアデバイナーでね、うん、そうするとデータの連携の密度と量が全然変わってくるんじゃないかと。ここが大きな差なんじゃないかなんですね。だからインテルとマイクロソフトのときまだパソコンのエコシステムってことで、はい、結局物を提供してましたってことなんだけど、はい、これをもう例えば、まあ、クラウドで、全部NVIDIA でデータセンターで、クラウドでっていうふうになってくる。これ全部サービスとして提供してくるので、まあ、巨大なそのデータネットワークができなくちゃいけない。それと同じことが社会システムをサービスとして、
世界中に提供しようとすると同じことが起きてくると、こういう文脈でですね、社会エコシステムを作っていかなくちゃいけないという話と、そのサービス化っていう話とデータ連携っていう話が一つになってですね、しかもみんなのコンセンサスの下で全ての会社が前提として動いている、なんかこんなイメージ思っていつも展示拝見してるんですけどね。これだから参加するプレイヤーの人も自分自身が持っているプロダクトとかサービスを提供するというより、はいはい、地に変換をして提供するみたいな感覚を持ってないと難しいってことですね。はいはい、それいろんなところと連携していきながらレバレッジを効かしていく、はい、そういう特にサービスとして、これこのなんでしょう、コンポーネントというかモジュールとしてきちんと位置づかないとその価値が発揮できないこういうイメージじゃないでしょうかね。馬場さん、なんかエコシステムに関して何かあります？あ、はい、ちょっとそれもお資料をちょっと見てください。こちらで、私はポジションの名前がリサーチマネージャーという名前、マネージャーと実は部下がいないという名ばかりマネージャーではあるんですけども、どういうことやってるかというと、やっぱりこのドイツってさまざまな実証実験等のプロジェクトが走ると、そういった時にどういうところに参加していこうかとか、そういったそのメンバーとのやり取りとか、自分たちがどういう立場で参加すればいいだろうかっていうのを、考えたり、その実際に参加したりするところの対応する役割をやってたんですけども、そういうプロジェクトってどういうふうな感じで動くかって言いますと、これちょっと皆さんも聞かれたこともあるかもしれない、アセットアドミニストレーションシェル、サブモデルっていうのをいろいろ作っていこうという、最近よく動きがあるんですけども、それがどういうふうに行われてるかっていうのを、ちょっと私の試験を加えてまとめた資料ではあるんですけど、まずやっぱり何かの社会課題があると、社会問題があると、炭素排出であったり、セキュリティの話であったり、例えば製品トレーサビリティ、きちんと見ていかないといけないねとか。そういった社会問題、やっぱり共通的にはみんな問題抱えてるよ、これをなんとか解決しないといけないよねと、でそれを解決するためには、この AS のデータの3モデルっていうのを作らないといけないと、っていうのをまず、どういうデータを集めればいいかっていう話ですね、そういった話がまず盛り上がると。じゃあ、それに対して、何らかの実証実験や、そういった僕をやろうという話が持ち上がってくるんですけども、そういったプロジェクトを例えばフランホッファーであったり、業界団体で ZBI とか VDMA といったところが、じゃあ俺たちが主導してこういうプロジェクトをやろうと思うんだけど、お前ら参加しないかというお声がかりがあるんですよね。とか、普段からこの辺りとは連携を取ってますので、そういった時に、じゃあ我々はこういうところで参加しましょうというのがある。多分それがそれぞれの役割、先おっしゃってたそういったところで まあ、こういうところでそういうのが出てきてくると、でそれでできたものを最終的には標準化という形で、一つのスタンダードにしていくという流れになるんですけども、その裏にはきちんとドイツ政府がいろんな形での支援を行うと、こういったスキームが結構きちんと出来上がってるなっていうのはあれこれ見てて感じるところでもありまして、このフランホッファーと実はこの辺り企業でダブルキャップで、参加されている先生がおいたり、そういった形での、横の連携という企業間連携というのが非常に、いろいろ あってそこで一つの、プラットフォームというのが出来上がっていくというのは、ちょっと見てて、結構ユニークだなと。いうふうに感じるところがあって、ちょっと今別の資料からちょっと引っ張って、表示させてもらいました。はい、馬場さん、こういったものもハノバメッセでやっぱりこんなふうにやってるよとかこんなふうに動いてるよとかいう紹介がされてると思ったんですね。はい、あります。この資料をちょっと遡れば誰こうたかな。じゃあ、ちょっと待ってください、ね。ちょっと関係ない話が。この後ろの、これが、最近ちょっといろいろ話題になってる、デジタルプロダクトパスポートとか炭素排出量の、そのあたりの経
多いあのデ、まあ、データ共有検証をいろいろやってみようというので、ZFAI が、はい、主導してやってるプロジェクトの一つ、デモ機なんですけども、はい、まあ、このデモ機そのものがハノーバーメッセで、ここ3年ぐらい、ここ2年か、は、ずっと展示されてますし、うんうんうん、まあ、この方、シーメンズの方なんですけど、このプロジェクトのリーダーで、ちょっといろんな PR がうまい方で、うん、結構ドイツの要人を呼んできて、その前で、我々はこんなことやってるんだっていうのを PR やったりも、この方、大体ハノーバーメッセで1回は講演してるという、うん、そういった、ところで、まあそういまあ、こういった活動について発表というのは、結構展示としてもありますし、講演会という形でもありますし、で そこでまたさらに我々こんなんやってるんだけど、お前も参加しないかっていう勧誘もやってるというような状況ですね。うん、これがうまいですよね、やっぱりね。ですね。なんか、限られたメンバーでプロジェクトやってて、全く公開してないっていうんではなくて、基本オープンにウェルカムで一応見せて、そういうのを PR してって、エコシステム作っていくみたいなのを、まあ、現実に、まあ、トライしてるみたいなところがなんか非常に興味深いですね。はい、はい、馬場さんどうもありがとうございます。非常にリアリティのある話です。いや、こういうところに参加しようとすると、参加する方もある程度の自分たちのウィルというか意思、こういうことやりたいんだっていうのを PR しないといけないんで、はいはいはい、それはそれでまた大変な、はいはい、単純に名前だけ出してるだけだと、何もお前コントリビューションしてないじゃないか、貢献してないじゃないかっていう話になるので、はい、そこがあってのまた難しいところではあります。はい、まあ、そこら辺が何でしょうね、やっぱりしっかりと自分が何をやりたいかを持ってて飛び込んでってる、単にだからひょっとしたら製品だけでも入れるかもしれないけど、そうじゃなくって、そのなんかさっき馬場さん言ってた価値にどれだけ貢献できるかみたいなのをしっかりと持って主張して入っていくって感じですかね。そうですね。ちなみにここにうっすら映ってますけど、当社も参加しております。はい、ちょっと今の馬場さんの話で付け加えるような形でよろしいでしょうかね。はい、どうぞ。そういう意味では製品がエコシステムの中でモジュールとして位置づくために、今のような標準についての議論の、まあ、議論の中に入っていかなくちゃいけないって、これがまあ一つ、まあ、あるんだけれども、逆にこれをマーケティングの手段と考えてですね、つまり標準が出来上がってから対応すれば一応位置づくじゃないかという議論もあるんですが、その上位概念として先ほどのような形で新しい社会課題を解決していこうと、エコシステムとして、でそのためにはどういうエコシステムのモジュール構造が必要で、その間のインターフェースの標準はどんな標準が必要でということを議論していく中でですね、新しいビジネスチャンス、自社の技術で手が届くところで他の誰も持っていない、その標準化会議に来てないということは、それを誰も持ってないんですよね。そういうモジュール機能がある程度見えてきて、そこに対して先行的に手を打つ、もしくはいろんな関連の企業と一緒にその機能もしくはソフトウェアをですね、作っていく、投資をしていく、そういうことができるようになるんじゃないかな。そういう意味では製品を売るという発想よりも、新しいその製品なりモジュール機能、何が重要なのか、何が今欠けているのかということを発見しに行く、それが目的として、認識されると、もっと積極的に日本からもですね、参加されるんじゃないかなというふうに常々僕は思っているんですけど。なるほど、結構ハードル高くなりますね。他社がどうやってるかを見に行こう展示会みたいなんじゃないですよね。先ほど馬場さんおっしゃったようにですね、社会課題を解決するために貢献しないといけないですね。はい、で貢献して、貢献することに対する対価はですね、こういう機能が必要だったんだ、誰も持ってなかったんだっていうミッシングリックが発見できると、はい、ホワイトスペースや、これが発見できればいち早く投資できるということ、はい、まあ、これはだからマーケティング機能じゃないかなと思うんですね。はいはい、逆に言うとそういうのを、まあ言い方悪いですけど、
調べに行くとか、うちはこの辺やろうと思って入っていったらどうも、いやちょっと、結構この辺はコモディティになっちゃってるなとかが分かるとか、だからそういうことですよね。逆にここだったら他はあんまりないよね。あ、もっと価値が主張できるよね。まあ、なかなかあの日本で、マーケティングとインテリジェンスっていうのが、こういう活動であの重要なポジションを占めてるってことが認知されてないような気がしますけど。そうですね。どうしてもマーケティング機能は製品ができた後どうやって売るかって話になるんですけど、はい、どんなあの機能モジュールをあの設計するかというレベルの、なんて言うんでしょうかね、もうかなりあの上級のエンジニアというか、うん、CTO が参加するべき活動なんじゃないかな、うん、こんなふうに思いますよね。まあ、そういうのって日頃からやっぱ考えてないとね、なかなか難しいですよね。はい、っていうんで、このメンバーだといくらでもいくらでも話しちゃうんですけど、そろそろ次のテーマへ行こうかなと思います。なんだっけって言って、ちょっと待ってください。次は各国からの流れで変化を感じたこと、まあ、いわゆる、24年のハノバメッセでどうも流れがちょっと合ってきたなと、感じたところというのを、これもあの同じ順番でいきましょうか。福本さん、本来の順番でバーバーさん、それに藤野さん、中島さんという形でちょっと回させてください。はい、まず福本さんお願いします。インダストリー 4.0 って2011年にメルケル時代にハノバメッセで発表された政策じゃないですか。でしばらくはまあラミ 4.0 発表されたり、サイバーフィジカルシステムの定義はなんちゃらみたいな話が出てきたり、まあ、私その当時言ってなかったですけど、ほぼ言った人に聞くとコンセプトばっかりだったって言ってたやつが、しばらくするとその G レジターさんがプレリックス出したり、シーメンさんが毎年出したりして、産業用オペレーティングシステムなるものが出てくるわけですよ。で、ライオン系のデータを産業機器とか、こういろんな社会インフラとか集めて分析展示をするものだみたいな話になってきての中で、一方 IDSA が立ち上がってデータ試験みたいなことを言い出したりするのしたわけじゃないですか。で、これ2020年ぐらいから少し変わってきたところが、まあ、ガイア X が一つあって、はい、やっぱり産業データを なんとかそのヨーロッパ圏でやっぱりきちんとあの蓄積管理に活用したいっていうことだと思うんですけど、完全から大きく変わってきたなと思うのと、おととし例えばエスタイニウム協会とか立ち上がって、そのグリーンの領域でまず誰ものと言いづらい領域で、はい、まずそのデータ連携をきちんとやっていこうっていう動きが始まったと思ってるんですけど、これで今年さらに、こう具現化をしてきたというか地に足がついてきた感じがしていて、はい、まあ、生成 AI みたいなものを活用して社会にいろんな、すごく多くのデータが生まれてくる、でこれを還元をしていくみたいな動きに変わってきているような気がしていて、その一環、まあ、そのデータを生む側としてはやっぱりマニュアフィシャリングエクサ出身となって製造業全体でデータ認知をやっているじゃないですか。でこれによっていっぱい生まれたデータを社会にどうやって還元をしていくか、そういう時やっぱり新しいテクノロジーって人じゃできないからみたいな形になってくるのかなと思っていて、ちょっとそういう動きに変わってきたのかなって感じがしています、私は。なるほどね。はい、まあ、ようやくデータが、まあ、大量に手に入るようになってきたと。だからその次を示し始めたと。そういうことです。僕は、はい。はい。はい。馬場さんいかがですか。はい。あ、ちょっとまた画面、ちょっと共有させてください。はい。さっきからとあのつけたり消したりで、見にくくて申し訳ないですけども、ですね、あのまずお見せしているデータがですね、今年の、II フェスでジェミマさんが、実施された講演で、まあ、あの私の同僚が、担当した部分で、私はあの、産業ネットワークの、国際標準化の、国内委員会幹事もやっているもので、はいはい、ちょっとこの、ネットワーク屋さんから見たちょっと視点にはなってるんですけども、なるほど、はい、これあの、今までネットワーク技術がどのように進化してきたかと、ではい、あの大きなあの変化点が2つあったと考えてまして、はい、1つはこの2007年ぐらいに、産業用イーサネットっていうのが、はい、普及しだしたと。でこれによっ
でですね、いわゆる、IP ネットワークで、まあ、それこそショップフロアから、あの会社の、上位システムまで、IP で、IP ネットワークで一気通貫で、つながるようになった。それによって、どん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 そのデータモデルとかそのデータ活用の、高度化標準化が、あの加速していったというところで、うん、まさにそれが今あの、いろいろ結実しつつある、まあ、AI 活用であって予知保全、まあ、データ駆動ビジネスであったりデータエコシステムとかそういったところ、まあ、いわゆるマースの時代に対応してきている、まあ、それを、まあ、あのネットワークの下支えするようにさまざまな機能が追加されてきているというふうに、まあ、ここでは説明してたんですけど、ちょっとこういう視点で、うん、あの物事を見ているというところで、うん、この視点であのハノーバーメッセの、今までの状況、まあ、先ほどあの福本さんもおっしゃってましたけど、まあ、2019年から20年ぐらいあたりから、大体その具体的な話が増えてきたなというので、その頃のテーマってどんな話が上がってたかなっていうと、もう2019年はもう結構 5G 一色で、うんうんうん、あっちに行っても 5G、 こっちに行っても 5G っていう話やったんですね、うん、それが2021年ぐらいからデータエコシステム、まあ、あのガイア X であったりカテナ X、はい、ガイア X が2020年に設立で、21年、20年、2年あたりでかなり大きく、うん、PR された記憶があるんですが、その後2021年にカテナ X ができた、うん、で今年、去年から今年にかけてはこの生成 AI という話が、持ち上がってきたということで、まさにその先ほどの、ネットワークという、まあ、足回りのところから流通、それの活用っていうところにあのどんどんステップを上げてきてるなというのを、うん、感じてるところであります、うん、でもう一つこれであのこの何年も見てる中でですね、もう一つ感じてるのは、その出てきたトピックが、まあ、大体5年からそこらあたりで、そこでどうやってお金儲けをするかっていうのが結構現実的なのが見えてきたのかなと。で例えば 5G であると、ちょっとあのこれ実は写真の位置、年を修正したときにブラシ忘れて、本当はあのもうちょっとこの、ビジネス拡大の右のあたりのに来る話なんですけど、これ実はあの、まああのまあ、某 S 社さん、シーメンスですけど、が、自社のブランドで、プライベート 5G のシステムをあの販売始めたと、うん、まさにこの 5G を、2019年で、まあ、その頃に本当にこんなの使えるのかと思って見てたのが、もうまさにここでビジネスとしてできてきた。でデータエコシステムについても、かつ、コフィニティ X が2013年、提案だと発表されて、ここでもうまさにそのマネタイズというところが出てきた。うん、ということは、この生成 AI、まあ、今もブームですけど、もうあと数年したら、これでもうきちんとがっちりお金儲けしていくよという話、絶対出てくんねやろうなという視点で、うんうん、ちょっと見てるというところがあります。でもう一つですね、この 5G 出てきたときに、まあ、あの多分日本からこれ見に来られた方って、インダストリー 4.0 が 5G?こんなんやってんの大したことねえじゃんっていうふうに思った方結構多いと思うんですね。ちょっと多分そのその裏事情がですね、実はドイツってめっちゃネットワーク弱いんですよね。ドイツ来られた方は、ね、分かるかもしれないですけど、はい、街から離れたら全然携帯つながらなくなりますし、まあ、今だいぶマシになりましたけど、実はまだブロードバンド普及率16.4% なんですよね、うんうんうん、ちょっと欧州平均よりもかなり低いですし、私ちょっと、まあ、先日も引き払っちゃいましたけど、住んでた家 ADSL でしたから、うん、でブロー本当に大体、まあ、工場って田舎にあって、その田舎の工場に行くとデータ取れないんですよね。もうブロードバンドも来てない、携帯回線も届かないって。でインダストリー 4.0 関係の中小企業支援の話を読んでみると、どうやってデータを届かせるかと、それが第一の課題だって言ってた、うん、でそこに対するソリューションっていうのをきちんと彼らは考えてたんだなっていうのが、今逆に今になって見てみると、そういった実像が見えてきたような気がしてます、うんうん。その辺の組み立て方ってうまいっていうか、ちゃんと計画的というか、大きななんかマイルストーンがなんかあるんじゃないかと思えちゃいますよね、はい。じゃあ藤野さんいかがですか。
トレンドが変わった。トレンドが変わった。去年と今年で何が違うか。はい、難しいですね。ちょっとしょうもない話になってしまうかもしれないんですけど、私はコンサルティングファームにいて、まあ、一方で IT 産業のまあサービスをやってるんですけれど、まあ、極論すると昔はですね、まあ、今でも日本はそうかもしれないですが、デジタルトランスフォーメーションをお客さんやりましょう、そのためにはこのソフトウェアを使ったらいいのではないでしょうか、生成 AI はこういう形で今使えるようになっているので、お客さんの方で何か何をやりたいか教えていただければ、ね、持ってきます。こういう話、はい、だったんだと思うんですよ。というか日本では今でもそうかもしれません。でただしですね、ここ1、2年、まあ、去年もそうだったかな、去年はあんまり明確に僕感じなかったんですけど、今年はどんなことを、まあ、いわゆる IT 産業とかコンサルティングファームをやってるかっていうと、その生成 AI とかその PLM だとか、プロダクトライフサイクル全体をマネジメントする、しかもデータ連携を前提として、っていう方法をしてるんじゃなくて、もう実際にまあ、例えば設計なら設計で、我々の方で設計ありますからと、データ、ね、データがあって PLM があればできるんで設計させてくださいみたいなことを かなりのところで言い出している。でさらにそのメンテナンスリペアオペレーションそのものも、こういうデータがもし集まって、こういう設備のデータがあって、こういう使い方をしたって、こういうデータが全部もらえるんだったら、そこを全部アウトソースしますとかですね、要するに実ビジネスそのもの、お客さんがやってたビジネスそのものをですね、切り出して自分たちのビジネスにしてるというような IT ベンダーとかコンサルファームが、まあ、いっぱい出てきたっていうか、みんながそういう言い方をしている、まあ、ちょっと皮かぶせただけじゃないかっていう議論もあるんだけれども、まあ、だからサービス化の、まあ、一つの現れ方なんですけど、どうしたらいいか教えますよ、もはやなくて自分たちでやるんで任せてくださいというような展示がですね、かなり目立ったかなと、これ何ていうの、機械メーカーさんのところに行ってもそういう話はあるんですが、一番目立ったのは僕 IT ベンダーさんとかコンサルファームのところに行くと、もうみんなそういうことを言い出していて、日本の状況とはちょっとというか、まあ、何段階か違うかなと、まあ、こんなふうな、こと思いましたけどね。これバッテリーディレクションの話とかも、あれですもんね、国への報告必要だから、ソリューションも提供するけど、国への報告も代行してやるみたいな、そんな感じですもんね。はい、日本ではそんなことを言っても、うちには人がいないんだよって、人をどうすればいいんだよって言ったら、そのデジタル人材を育成して大学でとかって言うんですけど、向こうはいやいや我々が全部やりますよってお任せくださいみたいな話になってるいう気がなんかしましたけど ね、それはすごく感じました、僕も。はい、それはなんだっけ、ファクトリー X やってる人と話をしているとですね、仕組みの話はもちろん、はいはい、カテナとか、まあ、ガイアだとかカテナとかでやってきたし、俺たちもそういうのをなぞりながらやってんだって言ってる一方で、最近何やってるのって聞くと、利用者である企業がそんな外から見るほどちゃんとできてねえんだと、要はそのレディーじゃないところはすごくたくさん、まあ、さっき の人材いないんだ、だって中小企業なんだもんっていう、そういうところはドイツでも山のようにあって、それどうするんだっていうのは結構最近力ありみたいなんですよ。でもちろんそういう情報とか共有やり方を教えてできる会社もあるけれども、できない会社に対しては例えばそういう形で、いやそこのところはじゃあ全部うちがやってあげますからみたいなのはひょっとしたら自然な形として出てきてるのかもしれない。そうですね。そのためにもね、標準化がなされてることが極めて重要で、インターフェースと業務プロセスの標準化、うん、これがあればそういうサービスがこう一気に展開できると。うん、だから、日本ではお客さんが何やりたいですか、それに寄り添いますと。っていうような営業が、まあ、どちらかというと、まあ、昔の営業だったとすると、もうそれ全部お任せくださいと。標準にのっとっているのであれば、我々が全部サービス、そこの機能を受け負いますよっていう、そういうふうになってきてるかな。そうですね。それは先にやっぱりそのデータガバナンスが効いてるとか、はいはい、プロセスが標準化されてるみたいなのがすごく大事だと。おっしゃる通りです。はい、はい、なるほどね。はい、だからなんか
なんとなくそういう中でさらにどこで儲けていくのっていうのをもっと必死に考えなきゃならなくなっているっていう逆の話もなんかイメージできるし、一方でそういうところにどんどん、まあ、メーカー側がお客の業務代行にどん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 乗り出してきてて、そこに使える道具がどんどん IT 技術が進歩してるんで、どんどんデータもあればもうなんか鬼に金棒になり始めてると。うん、そうなんですよね。だから言い方を変えると、極論するとそういうコンサルティングハムなり IT ベンダーがお客さんであったはずの製造業からエンジニアの方をですね、ハイアリングしてですね、もう製品開発ではなくて社会システム開発をやるような、うんうん、そういうエンジニアとして、何て言うんでしょうか、ベクトルをちょっと変えてね、部分上がってますからね、そうなんです、はい、でそれで世界中に展開できるスケラブルなサービスを作る、はい、なんかこういうふうに見えるんですけどね、うん、そうすると従来 そのハード的な定義と、はい、もうちょっとソフト的な遊ぶにはサービスとっていうのが、まあ、一つの会社でやるっていうようなイメージで我々昔議論してたけど、はいはい、それは必ずしもそうじゃなくて分かれるケースもあるし、はい、ってなった時にもともとハードを作ってる会社、まあ、日本にたくさんあると思うんですけど、その人たちはどうなっちゃうんですか、そのサービスというか付加価値のところのかなりの部分は他の会社がやった時にここは委託されて作るだけになっちゃったりするんですか。製品を作るということだけを考えるとそうかもしれません。はい、だけど逆に言うとそのエンジニアの力をもう解放してあげる、つまりエンジニアの力が発揮されるためにはもう正しいマーケティングがあって、正しい製品があって、正しいプライスラインがあって、で自分たちが設計したものが正しく作られて、その製品、そのものが売れて初めてエンジニアに価値が戻ってくるということだったんですけれど、エンジニアの価値ってそれだけかと。いやいや、社会システム全体を最適化するために、はい、もうそのものを使う、エンジニアの価値を、力を使えばいいじゃないかと。あらゆるところとインターフェースってレバレッジを取って、そうしないと、プラネットバウンダリーは、解決できないよっていう、なんかそのぐらいこうエンジニアの力をですね、レバレッジをかけていってっていうふうにも読めるんですよね。なるほど。はい、逆に言うと、製品を作る、エンジニア、例えば機械のエンジニアとか電気のエンジニアみたいなところでやってた範疇ではなくって、もっと広げてその、ものを作りますとかお客さんの運用をカバーしますっていうところを見ようとするとかなり、自分のスキルセットを広げないと見えないですよね。それを、実は地道にいろんな会社が少しずつ捉え始めてきてて、結構現実にそういうことがもう回り始めて、いろんな企業にそういうサービスをできる状態に入り始めてるみたいなイメージですかね。そうですね、イメージとしては去年のシーメンスさんのブースに行くと、その植物工場があったりとか、ありましたね、はい、バッテリーの工場のフルタンキーだったり、植物工場のフルタンキーがありましたよね、それは実際のプラントっていうか育成するところから最後の物流までが全部一貫した形で流れました、はいはい、で今年はどうなってたかというと、その植物工場が単なる植物じゃなくてビールのホップになっていて、うん、でそのあれ遺伝子回生でしたっけ、ね、そこから始まって最後のデリバリーのところまで製造から全部フルタンキーできますよ、まあ、そういう会社があるのかどうか分かりませんけど、うん、そういうプレゼンテーションでしたね、うん、それからもう一つはアパレルの例ですけど、それは化学繊維を使って服を作るというモデルですけど、化学繊維の方の分子構造の設計からエンジニアリングして、うん、もう製品生産から最後のロジスティックスまでが全部フルタンキーでできますよっていう、こういうプレゼンテーションですね。エンジニアがライフサイクル全体をマネジメントして、それこそ最後の3キロまで含めて設計するんだという、いやもちろん一人のエンジニアができるわけじゃないと思いますけど、エンジニアの力がそこまでこう発展していく中で社会システムの問題が解決されていくって、まあそういう主張のように見えましたけどね。それをさっき言ったエコシステムみたいなところで
組んでやってるっていうイメージですかね。はい、そうですね。うん、まあとっても一社ではやりきれないし、技術もいろんな要素が入ってくるから、はい、とっても見切れないですよね。そうですね。はい。聞かれちゃってきちゃうと見て自分がどこができて何ができなくて、はい、で誰にどこやってもらったらいいかってことを見ていくってこともある。はい、はい、はい。おそらく標準化活用やっていく中で、うん、あ、このベンダーはここができるんだって分かってくるんじゃないか。うん、ああ、そう、いや、もちろんそうですよね。なるほどね。あと、長島さんなんかありますか？まあ、僕はちょっとあの見方は違うっていうか、そのじゃないですか、今年は欧州の人たちは、やっぱりグローバルっていうのをどうやって、はい、その、当初の中でその合意が取れていったのをその世界に広めるかっていうところに一生懸命あの軸足を動かし始めてる。ああ、それはそうですね。そうですね。あの去年まではその勝てない、なんとかっていうのもとにかく欧州の中でまとめていくんだみたいなのはすごい掛け声大きかったんですけれども、今年はもうそれはもう一段落いったと、うん、今度はそのグローバルの人たちとどうやってそのなんだろう、コンセンサスを取りながら広げていくのかっていうところに舵を切っているようなそういうイメージがありましたね。うん、なるほど。はい。インターナショナルマネーオフシャリングですね。そういうのもありますね。はい、だから、会合もあの彼らの声掛けであってアメリカとか韓国とか他の地域の人たちはと集まっていましたけれども、ああいうのでまだまだやっぱりいろんな地域であのいろんなその解釈というか考え違うのでそんなに簡単にピョンと行くわけではないし、やっぱり産業のその状態も違うじゃないですか。だから簡単には行かないんだけれども、そういうところはあの早めに彼らはやっぱりその声をかけて議論できる場を作っていこうっていうのは一生懸命やってる。そうですね。そういうのはサプライチェーン当然一つの国としてるわけじゃないと、すごく大事ってことに見てるんでしょうね、きっとね。はい、まあ、そういう、まあ、グローバルにやっていくイコールよりなんでしょう、幅の広い対応をしていかなきゃなんなくなっていく。でそれをやれるように、エコシステムをうまく作っていく。でそこに、意外なビジネスチャンスがいろいろいつも生まれてくる。そうするとメリットがある人たちがどんどん入ってくるっていうんで、プラスのエコシステムとしてスケーリングするなんか、可能性が入ってるようなイメージをちょっと今話から伺いましたね。はい、あのプロモーション費用っていうかね、ものすごいエネルギーで生活する。だから、ね、そこはねやっぱり、彼らそのマーケティングってさっきだけど宮根さんおっしゃいましたけど、ちゃんとそこにお金しっかりかけてるんですよ、人とお金と。あの迫力はちょっと、ね、まあ言い古された言葉で技術が良ければ物は売れるんだではなくて、まず何をやるかからみんなで考え始めて、それを、割合その理解が共通な人たちから始めるけど、いやとんでもない全然違うようなその産業発展度合いのところともやろうという中で、いやそんなことを考えたらじゃあ こんなこともやってあげなきゃいけないやとかいうのに気づける。いや僕は2008年だったかなの時にすごくショックを受けたのは水道の標準、はい、世界標準、あの標準化の標準じゃなくてあのアベレージね。あ、はい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 。それってカーブクル、カーブクル要するに何かに入れて水を運ぶのが水道。はいはいはい。それがまだ世界で見たらアベレージだった。アベレージって言われた時にもう蛇口ひねって水を出す。でまあ、古いその金属製の缶はもうあの持たないから、そのちゃんとサイクルリサイクル云々考えると違う世代の缶に変えていくみたいなことを平気で日本はやっているけど、そんなはるか前の状態とするとニーズは全然違うし、ディープログじゃないけど、そこへ提供すべきものは何って全然違う発想が変わってくるはずだから、そういうのを見渡してエコシステム作っていけるっていうのはすごいですよね。で逆に言うと先進国のスタイルだった方だけど
後進国のスタイルだったらここからスタートすればちゃんとこっち行くよねみたいな。でそれが決してさっき言った、循環経済まで含めて考えると無駄がないようにどうやっていったらいいのみたいなとこまでをデザインしていくみたいなとこまで入ってくると、まあ、もうなんかそういう中でビジネスしていくって全然発想切り替えない。みんなその話も私工場で物を作るんじゃなくてバラすみたいな話も出てくるはずですよね、はいはいはい、そういったところはやっぱりスケールがちょっと全然違ってきますよね、はい、というんでなんかすごい大きな世界観が、まあ、少しずつ動いているなっていうのはなんか感じますね。決してねその財政状況的にはもう潤沢ではないヨーロッパにもかかわらずね、あれだけのことをうまくやってるなと、まあ、それに比べると日本の方がはるかにね財政は豊かなんで、もっとできるチャンスあるのかもしれませんね、はい、うん、はい、じゃあ次のテーマに行きますか。4番目、どうしても言いたい。どうしても言いたい。もうここまで話してくるとかなりネタはなくなってきてると思うんですが、ない知恵をそこでまたさらにちょっと絞っていただいて、いやこんなのあったよ。で、実は意外とあのデータの話、データ連携の話は随分出てきてるんですけど、そうじゃない観点でなんかいろいろとあったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ、はい、はい、もうね、一つは、ソフトと、さっきソフトウェアディファインドの話をしたんだけど、はい、ソフトとハードで構成されるシステムの信頼性を高めるっていうのが、はい、結構苦労してるんじゃないかって気がしていて、はい、PLCAAD っていうプロジェクトあるじゃないですか、はい、IHO プロダクトライフサイクル、アクロスオートメイトドライビングってプロジェクトなんですけど、はい、これなんか自動運転のプロダクトライフサイクルをサポートするプロジェクトだって言ってるんですけど、はい、自動運転ってソフトウェアとハードウェア組み合わせないと実現できないじゃないですか、はいはい、でこれねなんか自動運転企業の開発と統合って大変だっておっしゃってたんですよ。で何が大変なのって言ったら、ハードをやってきたメンバーは多いんだけど、ソフトとハードのコンポーネントで構成される全体のシステムの信頼性とか安全性の確保って、うん、すごくハードルが高いんだっていうことです、ね、うん、はい、でだから それだけやるためにプロジェクト立ち上げたんだみたいなことをおっしゃっていて、うん、その辺は苦労されてるんだなって、うん、それやっぱりあの決してドイツもあのそれは優しいと思ってないんだなってことをすごく感じたりしましたね、はい、なるほどね、まあ、まあ逆に言うとそれだけ複雑化してレベルが上がってきてるってことですね、はいはいはい、じゃあ今度馬場さんの番そのなんか全然違う視点でこんなとこをあのちょっと行ってみたいみたいなのありますか、気になったところ。そうですね、まあデータ以外の話で気になったところというと、あのまあ、これちょっとまた来場者関係の話ですけども、ハノーバーメッセはいつも来てて思うのは、結構小さい子供来てますよね。おお、あのなんか今回もなんかほんまに小学生、ま、の低学年ぐらいの子を連れたお父さんとかちょくちょく見かけたのがちょっと面白いなと思って、この年から英才教育やるかと。ハノーバーメッセはそういった子供でもなんか楽しめるような、ちょっとしたロボットであったりそういったものも あったりするんで、うん、そういった層をもう一つの、まあ、取り込むきっかけにしてるのかなというのはちょっと思ったりもしますね。なんかもう気軽に行ける、まあ、その後だったら多分地元だっていうのもあるのかもしれないですけども、うん、あと結構学生さんが、来られてるって話は、そうですね、はい、金曜日は学生だらけですよね、うんうん、そうですね、はい、高校生っぽいでした、ね、はい、うん、あれって感じ。あとよく私もちょっと実は参加してるんだけど、ドイツ技術者協会 VDI、FDI か、はい、こちらね、はいはいはい、もう、大体何らかのブースを出してて、で、はい、そこで技術者のリクルーティングサービスであったり、はい、あとはそのフェディアイカードファンディングしているプロジェクトの紹介のブースを出したり、
そういったこともやってて、そういったところで先ほどちょっと話出てましたけど、その技術者のがどういう役割を果たすのかっていうところに関しては、うん、結構このフェデアイいろんな施策をやってるのと、友達参加してたらニュースレターとかもらうんですけども、そういったのも、うん、結構いろいろイベントもされていて、そのあたりのことをちょっと先考えたりもしてました。あれなんですかね、ドイツ国内で理工系離れなんていう言葉は存在するんですかね。理系文系っていう区別あるんですかね。いや、そもそも。それを聞いたこと。いや、確かに大学入学資格のアビトゥアの試験っていう試験があってですね、めちゃめちゃ厳しいらしいですけど、それで、この手の大学行くためにはこの教科取っといてねみたいな試験を受けてねっていうのはどうもあるっぽいんですけど、ちょっとそこまで詳しく調べてないんで分からないんですけども、うん、ただやっぱりみんな結構幅広く勉強してるなっていうのは、技術者の方であっても例えばきちんとラテン語勉強してましたとか、はい、なんかそういったことがあるんで、なんか あんまり そこまで特化させてるっていう流れはないんじゃないかなと。うちでもそのインターンに来た人がもともと商学系の学部の方をインターンで雇ってそのままエンジニアにしちゃったっていうのがあるんですけど、そういったこともあるんで、あんまりその本当に自分のやりたいことであれば、いろいろそういうチャンスはあるん、うん、そうしたらですね、まあ、結構そこら辺にそのアビトゥーが合格するぐらいだとそれでかなりレベルは高い人たちなので、うん、そういったまあコンバートもできるのかなという気がしますけど、うん、まあインダスリー 4.0 の活動が言われたその僕の認証は15年の時しかないんで、15年のことを言うと、当時そのやっぱり技術系で、そう思い出した、電気とか機械に情報系を必修科目で入れて、情報系の方に電気か機械を必修科目で入れるみたいなことをトライしていて、で展示会場では実際にロボットだったかなんかをそのまさにスクールですね、そういうのを扱うスクールがハノバメッセの会場にあって、学生たちを呼び込んでそれをやってたような記憶を持ってますね。だからおっしゃられたように、学生だとか子どもに対して技術って何って、技術ってどういうふうにどんなことができるのみたいなのを見せるとか、そういうことに非常に熱心なのかもしれないですね。ありがとうございます。あと当社の宣伝になっちゃうんですけども、はい、今三菱電機ヨーロッパですけども、海外からやっぱり移民の方が多いというのがありまして、はい、その移民の方にそういう FA 系のファクトリーオートメーション系のさまざまな技術をトレーニングするプログラムっていうのをレディースクールっていうところを通じて、講座提供してまして、はいはいはい、そういった形での、下支えっていうのもやってます。はいはい、ちょっとスライドがどっかにあったはずなんですけど、今探したら多分もう話題が終わっちゃうので、はい、冒頭だけで、はい、企業も提供しているということですね。そうですね、はい、だまあそういう雰囲気がいいですね、やっぱりね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今の話にちょっと悪乗りしてというか、今のね、文系理系とかって議論なんですけど、例えばヨーロッパでよくある学科マスターコースですけど、マネジメント&エンジニアリングってあるんですね。マネジメント&エンジニアリング研究科、はい、ありますね。マネジメント&エンジニアリング研究科って、これは日本ではマネジメントは文系でエンジニアリングは理系だという話をして、そんな研究科成立するのかって聞いたら、何を言うんだと、マネジメントのないエンジニアリングはないし、エンジニアリングのないマネジメントはないだろうって言われて当たり前のカプランだと、それはと感がありますよね、その方がね、うん、そういうふうに、はい、ウィン大学の先生だったんですけどね、はい、当たり前だろうと、日本は何そうなってないのかって言われて、ちょっと説明に窮する
ことがありましたね。はい、で最近それこそアメリカでもですね、シリコンバレーのスタートアップからよく CEO が訪ねてくるんだけども、大体ダブルデグリーでコンピューターサイエンスと、はい、ロースクールと両方出てますみたいなのが多いですよね。はいはい、なんでだからそのぐらいのことをまあをやるのが普通になってきているのかなっていう気がするので、ただね、日本でやると何が問題かって、大学入試のね、数学と物理が難しいんですよ。そうですね。あんなに難しいことはあそこでやらなくてもいいと。逆に言うと、あれをやらせるので、いや、やっぱり物理も数学も苦手だっていうふうに思っちゃうんだけど、本当は皆さんあれ、大学に入ってからやるんですよね。他の国はね。なので、決してその苦手意識を植え付けないで、いつでも勉強できるような体制を作ってあげれば、皆さんできるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。はい、その休校会でしたっけ、とかだと、普通の、はい、大企業のエグゼクティブとかが、ドクターの周りに来てたりとかされるし、はい、もう2箇所も行ったと言うんですけど、設、は、備、い、とかが日本の工場とかよりはるかに最新設備が入ったり、はい、すごい立派な工場設備があったりとかで、はい、だからああいう方々が工学と多分経営と両方再度学びに来る。はい、おっしゃってましたね。全くおっしゃってました。私はカールスルー工科大学に6、7年前かな、行って、ドクターコースの話を、ね、聞いたんですけどね、ドクターコースはどういうところかっていうと、こう役員さん一歩手前ぐらいの、しかもその、BMW さんとか、シーメンさんだとか、空海さんとか、そういうもうトップクラスの企業の役員さん、もしくは役員さん一歩手前の方がいらっしゃって、研究されましたんですよ。で、そこは PLM の研究者なんですけど、いやいや、PLM の研究室でそんな役員さんが何を研究されるんですかって聞いたら、なんとですね、この PLM ライフサイクル全体がマネジメントできるようなこのソフトウェアがもっと発展してきたらば、会社の組織形態はどう変えるべきか、ミッションどう与えるべきか、どう評価すべきなのか、これ大変なマネジメントの変革なんだと、はいはい、それをどうするべきかを日々研究しながら技術だけじゃなくてね、研究したらみんなで議論をしてんだっておっしゃってですね、あれテクニカルユニバーシティってそんなことまでやるのかというふうに思った次第。経営と一体なんですよね。そうなんです、はい、まあ、別に技術じゃないんですよ、テクニカルを教えてる、それってじゃあかなり今見えてる技術ではないですよね。技術がどう発展していくかまで行くんで、はいはいはい、その技術がどう、社会に影響を与えるかっていうことの一端として企業も組織形態をどう変えるか、だから社会に影響を与えるためには今の組織 の切り分け方、ミッションの与え方、KPI の設定の仕方、これ全部違うじゃないかということです。だからあくまでも変化していくことを前提に、将来は全然違う世界になることを前提に、はいはい、それって何だろうって自分で考えるとすぐ煮詰まっちゃうから、みんなでワイワイガヤガヤ議論しながら可能性を議論してる、はいはい、でしかも少しちょっと日々の生活から外れたところで、はい、そういうことを議論する役員さんクラスを集めて議論してる、はい、あれなんですよ、多分今例えば特定のポジションでそこそこいいポジションに いるんだけど、で別にそこにいてもそこそこ食べられるんだけど、そうじゃなくてその先の未来の中心にも自分がいるっていつも考えてるんじゃないかなと思うのがあって、あ、はいはいはい、だからその PLM の技術ができた時に、だから製品設計じゃなくてね、もうね、新興国の経済発展を支援するとともに発展のパスを変えて、でそこに社会システムを、まあ、ドイツを中心としたなんでしょうけど、産業がサービスとして提供するということを考えた場合に、今の会社 の組織形態って違うよねと、どんな組織形態の会社を作って、それを支援していけばいいのかなんていうのがテーマですね。そう、まあ、先ほどの話からするとすごいリアルにそういうところも見つつ、そういうマネジメントみたいな組織運営みたいなことも議論しつつって、すごいなんかで、それこそそれが、学生だなんだっていう若い層にもちゃんとなんかつながりつつみたいな、まあ、はっきり言って全方位みたいなことを、そのなんか誰かが振ってやってるわけじゃなくて、
多分皆さんが自分で思いを持ってそれに参加してるって感じですかね。そうですね。そうですね。すごいですね。そのあたりでですね、ちょっとまあ海外の事例の中に逆に日本の方の話なんですけど、はいはいはい、はいはい、2例ほどあの話をちょっと、はい、どうぞ。あのまあエンジニアリングとマネジメントっていうところで、ちょっと実はあの聴講者にエナの川村さんがいる中でちょっと私が出しゃばんのもなんですけども、はいはい、日本プロフェッショナルエンジニア協会という、まあ、あのアメリカのプロフェッショナルエンジニアの有識資格者団体が日本にありまして、はい、で私も、まあ、メンバーに入ってるんですけども、そこでですね、はい、あのエンジニアは PMP を取ろうと、はい、あのプロジェクトマネジメントの専門家資格ですね、そういう、はい、あのことをやって、やっぱりエンジニアもそういった、まあ、マネジメントについてあれこれ考える、はい、基礎知識を体系を持ってないといけないよというので、あの非常に、はい、あの熱心に活動されてた、されてる、方が行かれてるんですけど、ね、それはまさにあのそのあたりにも通じることだなと思って、思ってるのと、うんうん、あと最近ですね、もう一つあのサイバーセキュリティの話、はい、やはり大きな話題になっていると思います。で、サイバーセキュリティは単なる技術の問題じゃなくてマネジメントの問題だっていう視点で研究されている先生が結構おられまして、はい、まあ、一例ではあの、名工大ですね、名古屋工業大学に、確かそういったの経営、確か経営学科ですかね、はい、にその、サイバーセキュリティに対して、どうやって組織運営をしていくか、はいはい、組織運営で、その被害を、小さくしたり、うん、あるいは、そのどうやってリカバリーをいかに早くするか、まあ、そもそもそういうインシデントを起こさないか、そういった研究されている方っていうのが日本にも結構おられまして、うんうん、やはりそのあたりともこのあたりの話通じるんじゃないかなと。なるほど。というところでね、あのもしあの、はい、先ほどあの1点目の P 協会あのご興味のある方おられましたら、私か川場さんまでご連絡いただければ、あのいろいろ。はい、ありがとうございます。ちょっとあのその P 協会というか P に対してなんですけど、プロフェッショナルエンジニアって僕はもうあのちょっと感動したんですけど、あの川村さんの講演にね、あの倫理要項みたいなものが極めて明確にあって、はい、要はそれはあのなんて言うんでしょうかね、エンジニアっていうのはボケーションっていうか神から与えられたミッションだという、うん、ね、まあ、スタンスなんですよね。つまり何を言いたいかというと、お客さんから言われても上司から言われてもあなた自身がダメだと思ったらダメなんです、うん、はいはい、なぜならばこのエンジニアという職業は神から与えられてるから、なるほど、というこれがあの道徳だっていうか、はい、いう哲学なんですよね、エンジニアのね。これが僕はちょっと知れましたね。あの弊社のこと言ったらだけどもやっぱね、お客さんが言ったことに従わないでどうするんだって議論はあるんですよね、どうしてもね、うん、だけどそうではないんだというのが貫かれている倫理綱領っていうのがあって、うん、それを明確に書いてあるっていうのは僕はもう非常に感動します。技術者倫理です、ね、はい、技術者倫理、あまり日本では紹介されないですけど、はい、あの、はい、はい、P はすごく大事な、あのなんて言うんでしょうか、あ、資格かなと思いました。はい、すいません、あの私その誓いのこのあのアイアンリングしてます。はい、おー、そう、この絵さすが。だいぶ脱線しました、申し訳ないです。はい、いやいや、どんどんです。中島さん、いかがですか。いや、もうなんかね、あのどういう話題で喋ったらいいのかっていうのはありますけれども、もう全然つまんない話。はいはいはい。ハノバ毎回行くときに思うのが、なんでこんなに列車が遅れるのであろうか。去年に至ってはストライキですもんね。ストライキを止まりましたね。インダストリー 4.0 の国だぞと、IoT だぞと言っておきながら、こんなに遅れ、毎回遅れて、はい、あれはひょっとしたら日本人を騙すためのわざとそうやってんじゃないかと思っちゃったりもする。油断させるために。油断させるために。でもこれアプリでどのぐらい遅れてるか、何分遅れで着くか分かるようになったらいいじゃないですか、ね。で、なのであの、日本人的な感覚だと、テクノロジーでそれを解決して、もう1分ずれたら謝るみたいな風にしちゃうんだみたいな
まあ、あるんだけれども、ひょっとしたら我々とやっぱり評価の軸が違う、考えの軸が違って、うん、ひょっとしたら別の大事なところを彼らは見てるのかなっていうのは、なんかいつも興味津々なんですよ、電車が遅れるために、うん、っていうのが一つ、はい、あと全然もう一つ全然違う話は、まあ、その、まあ、ドイツであれ欧州であれ補助金の付け方っていうのがちょっと謎めいていて、うんうん、そこはやっぱり何か解明できたらいいなというふうに思ったりすることがあります。はい、例えば、ファクトリー X かな、うん、あれって約100何十億円ぐらいついているはずなんですよね。はい、でこれ何人ぐらいやってんのって聞くとですね、はい、800人って即答で書いてくる。即答で返ってくるってことは、何か集計して何か使った時の数字じゃないかなと思うんですけれども、うんうん、それはいろんな企業の人たちが800人も集まっていろいろやってるっていうのは、うん、なかなかちょっと考えがたい、うん、でそういう企業の方からコミットさせるっていうのは、ひょっとしたらその人件費だとかそこら辺の考え方っていうのは日本の仕組みとはだいぶ違ったりするんじゃないかなっていうふうに、うん、思ったりするんですよね。うん、RRI って基本的にボランティアという、はい、あの企業の人たちからそのあのいろんな人たちに出ていただいて、それでもって貢献いただいてっていうところなんですけれども、さすがにああいう規模でその同じことやれって言われてもやっぱりそこは難しいっていうのがあった時に、うん、ひょっとしたらそのなんか仕組みの差でそれが出ちゃってるのかなっていうふうなのはどっかでなんか分かるといいなというふうには思ったりしますね。なるほどね。はい、まああのお金の仕組みってね、うん、なかなか日本もそれなりの金額のものを相当投資してるはずなのに、るはずなのに、どこ行っちゃってるんだろうっていうのがよく分かんないっていうのはよくあらあらの中でも議論してますよね。はい、確かに僕の理解は、はい、あれですよ、日本では例えばその100億でね、はい、100億でシステムを開発しちゃうと、はいはい、で決められた期間で絶対動くものを作れと、はい、いうなんかタガをはめて、はい、それこそプロジェクトマネジメント的にリスクマネジメントも含めて100億でやれと、はい、そうするとその期間が半年とか1年だと、まあすごく厳しいプロジェクトなんでコストはかなりかけないといけないので、はい、作ろうも大変だと思うんですよね。一社で全部責任持ってやるから。だけどおそらく、すみません、ファクトリー X については詳しくないんですが、100億のプロジェクトを、例えば、いや、ごめんなさい、100億のプロジェクトなんだけど、100個に分けて、100のワーキンググループを作りますと、はい、1ワーキングに8人、で、それぞれがいろんなあのモジュールの標準化活動を議論しますと、うんうん、1億で8人が1年間議論しましょう、議事録からね。それからそのフィードバックから形にするあの標準化のドキュメンテーション、うん、1億あればもう完全に1人張れますよね。はい、そうですね。それで8人がいろいろこうアイデアジェネレーションをやりながらやる、はい、それが100個プロジェクトがあればかなりの部分の標準が出来上がっちゃうんです、はい、そういう形で使ってるんじゃないかなと。なんかそこが ね、うん、明らかになんか違う、うん、違いますね。物を作ってるわけじゃないんじゃないかと。でしかもその作られた標準、そこで作られた標準は全部公開して誰でも作って参入していいですよということなんで、今度逆に作る方は自分の IP が主張できるから投資になって、あのいろんな会社があのそれで、いろんなソフトウェア作るとかっていうことができてきてるんじゃないかなと、なんかそういう気がしますけどね。まあ、標準だけじゃないとは思いますけど、まあ、そういう世界がなんかどうもありそうですよね。はい、RRI は今 WG1 で何人ぐらいだったっけ、 100団体、 100企業団体ぐらいですか。100ですね。もう今ちょっと結構ワーキングっていうか委員会の数は増えちゃってるんで、年間どのぐらいやってるかよくわかんないんだけど、延べ時間とか延べ回数ね。うん、だけど、18年の時ですよね、ドイツの話聞いた時に、確か関わってる人数は3000人ぐらいで、年間2000の委員会が開かれた、伸びてた。
2000の委員会って一体何じゃと。そうですね。おお、なんか、ちょっと桁が違っとるなと。予算2000億ですか。何じゃよ。で、それは PIONっていう組織だけだったんだけど、当時ショックを受けてたのは、それこそ先ほど馬場さんが言ってくださった VD、VDI っていう技術者協会でやってるものもあれば、うん、フランフォーハでやってるものもあれば、最近だとそれこそカテナもあれば、ガイア X もあれば、いろんなのがあるわけじゃないですか。うん、だからそこら辺のなんかちょっと回し方が多分かなり違ってきてるような気はしますよね。はい。はい、大学の課金費のような形で使ってるんじゃないかっていうか、怒られちゃいますかね。まあ、わかんないですけどね。あの、議論をこうするためのね。逆にあれですよね。だから、大学をうまく使うみたいな、競合とかの皆さんとか、こううまくやりやすいように。うん、はい。そういうところあります。うん。さて、もうあと30分ぐらいになってきたんで、後半の方に少し移りたいと思うんですが、よいしょ、この辺で日本の視点からちょっと、まあ、今までいろいろと、ドイツのどっちかっていうと、隣の芝生は青いっていう話がいっぱい出たんですけど、そうじゃなくて、まあ、日本としてじゃあそれ捉えてどうしていったらいいのみたいなのを、いくつかあの短期的な話でもいいですし、長期的な話でもいいです。国としてやるべきみたいな話でもいいですし、企業として捉えるべき話でもいいし、今回あのちょっと技術者っていう話も出てきたんで、技術者っていう視点でもいいと思うんですけど、まあそれぞれあの皆さんの視点でなんか、コメントいただければなと思いました。はい、というんでまたいつも順番も一緒で、よろしくお願いします。はい、僕ね、あのやっぱりその例えばいろんな新しいテクノロジー、生成 AI もそうだし、まあ、メタバースみたいなテクノロジーも多分そうだと思うんですけど、はい、そのうちで採用するにはあれがないと使えないんだとか、これがないとまだ使えないんだってことはもちろんあると思うんですけど、はい、でもね、まあできるものがあるんだからとりあえず使ってみるみたいな姿勢がすごく大事で、はい、それをやらないと5年後にすごい大きな差になって現れるんじゃないかってことをすごく危惧をしていて、はい、でやっぱりこういろんなものがつながって莫大なデータが生まれて、で例えば記録は勝手にしてくれます、トレーサビリティに戻ってくれます、下手すと自然言語でもの作ってくれますみたいな時代になったときに、多分流人業務人やんなくてよくなるし、もしかすると例えば関数の達りとか英語の綴りとか覚えてなくても大丈夫になっちゃうかもしれないじゃないですか。でね、でそういうのやらなくて済むことによって人の生産性を高めていくってことすごく大事だと思うんですけど、それと同時に考えなきゃいけないことって、人がやらなきゃいけない仕事って何なのかってことだと思うんですよね。だから人が今後本当にやり続けなければいけない仕事って何なんだろうっていうことをやっぱりこう長期的に考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。はい、なかなかね、そういうテーマでちょっとちゃんと議論しなきゃいけないのかなと改めて思いましたね、今ね。はい、あらあらいの格好で言うと、人と機械の関係性が変わってきますよみたいな議論は一度やりましたと。うん、日本企業トップ級と、アカテックというドイツの工学学歴の人たちと議論しましたと。はいはいはい、で当時そのロボットに対する感覚、自動化に対する感覚が日本とドイツではだいぶ違うよねみたいな話が非常に面白くて議論が、盛り上がったように覚えてるんですけど、まあその中でやっぱり人って何をやっていくのっていうのを考えると、多分いろんなことがどこまでできるのかをトライアンドエラーしながら、この先そうするとこういうことまでできるようになっちゃうよねとかいうことをなんか手触り感を持ちながら、そしたらじゃあ人間はこんなことをやんなきゃダメだよねっていう、なんかミッシングピースを見つけながらみたいな、そういうことですかね。そうだと思います。でその時にやっぱり人がやる仕事が動くので、はい、まあ、労働 4.0 とかやられてますけど、はい、やっぱりこう人の視点で見て継続的に教育をするとかみたいな、すごく大事で、はいはいはい、それは OJT だけじゃなくて、はい、多分教育ってことだと思うんですよね。だから、はい、さっきも西野さんのお話出たことも含めて思うので、はいはい、
構大事だなと思いますね。はい、どうもありがとうございます。あ、じゃあね、馬場さんだ。馬場さんいかがですか。あ、ちょっと今の福本さんの話に少しドイツの話をかぶせて話しさせてもらえればなと思うんですけども、はい、今のですね、とりあえずやってみというのって、はい、ドイツでドイツ語ではシュポンタンって言葉があるんですよね。英語で言うとスポンタニウスっていう考えなしに何とかするとか、そういうニュアンスの、ちょっとあんまり日本ではいい意味では捉えられてない言葉かと思うんですけども、それがですね、ドイツ人にとってはこれは美徳だと、これはいいことだというふうに、ドイツ人やっぱりちょっと考えすぎの嫌いがあると、とにかく行動に移してみ、それはそれが美徳だっていう、そういうね、ちょっとなんかニュアンスがあるって話をちょっと聞いたので、ね、ちょっと思い出します。なんかね、どっかやったかな、オーデコロンの発祥の地がケルンっていう、町なんですけども、そこでね、なんかいろんな星座別の、生まれ年の星座別の香水作ってるところがあるんですね。で、そこでシュポンタンな香りっていうのがあったんですよね。シュポンタンな香り、はい。シュポンタンな香り。で、それっていうのはやっぱり美徳だって感じるから、その言葉を使った。あ、まあ、比較的ニュートラルからプラスの意味で取ってるっていうのが、あるっていうので、やっぱりその辺りのやっぱりチャレンジ精神というか、そういったところはやっぱりあるんじゃないかなっていうのと、あと先ほど AI とかのデータの話が少し出てましたけど、ちょっと画面をもらって、はい、ドイツと日本って、まあ、よく似てるって言われるんですけど、実はちょっと大きな違いがあるよっていうところだけはちょっと認識しとかないといけないかなと、うん、で海外駐在員とか外資系の方はなんかこの辺りの話が鉄板らしいんですけど、はい、ローコンテクスト文化、ハイコンテクスト文化と、はい、まあ、ローコンテクストっていうのはそのコミュニケーションに必要な、まあ、意味の情報、まあ、言葉がそのまま言葉通りの意味としてコミュニケーションがなされる、明示的に相手に伝えるって、そういった文化ですけども、はい、それでいくと、で、あとまたそのフィードバックを直接的に、あんたこれは悪いよっていうのか、あんまり良くないよねと、なんかうまいオブラートにくるみくるんで、忖度して伝える、その文化で、まあ分類したこのエリン・メイヤーさんのザ・カルチャル・マップっていう本ですね、はい、日本語で出てるそうなんですけども、はい、これで見ると完全に日本とドイツって対極にいるんですよね。はいはいはい。で、ドイツっていうのはまさにこのローコンテクスト文化で、で、結構言葉の定義っていうのをしっかり組んでいくと。はいはい、ただまあ、ちょっと木村先生とか、あと松田先生ちょっとおられるまでなんですけど、結構ドイツ人、都度定義を組んだりして、過去の定義を使わないっていう悪兵もあるんですけども。まあ、そういったただ言葉の定義っていうのにはものすごいこだわる、はい、でその立場で考えるとやっぱり今後生成 AI でデータを使っていくという時にハイコンテクストのデータ一つの言葉になんかいろんな意味があるとかえって、まあ、データとしてはあんまりその所属しているソサイエティで意味が変わるとか、はい、そういったことが起こってしまうと、うんうん、それってデータを大量にデータを集めるという意味ではどうなのかなっていうのをちょっと感じるところではあります、うん、ただ、個人的な意見としては日本もこのハイコンテクスト文化には企業としてはもう甘えてられんぞというのは感じるところではありまして、うん、まあ、従来はやはりまあこのハイコンテクストな文化だったんですけど、そこに対して、まあ、規模水平方向の広がりと時代、垂直方向の広がりがあるというふうに考えています。一、うん、つは日本型の組織ってやっぱりグローバル化していかないと、まあ、日本市場っていうのがシュリンクしてますから、はい、いけないというのと、はい、労働力不足っていうのもあります、はい、であと、雇用形態の流動化っていうのが大きなポイントとしてはあると思うんですけども、はい、やはりそこで転職とか中途採用、非正規雇用っていうのが一般化してきた、はい、そういったところで、さまざまなバックグラウンドを持った人が集まる組織になった。決してその一括採用で終身雇用で一つの文化を構築していく、そこの中で一つの、
閉じた世界の中でデータを持ったあの、まあ、共通の認識を持っている、それもあの均質な日本人で今日の同じような 教育を受けて同じ言語を使っていると、そういったなんかそういったモデルっていうのはもうちょっと機能していかないんじゃないかなっていうのを、いろいろ感じているところにあります。もちろんその時代方向でも、人の入れ替わりが非常に激しくなってますから、そういった知識や文化の伝承っていうのが非常に難しくなってきているのかなと、そういったところを感じているところではあります。あとちょっとさっきあの、従来技術者 と、その AI の、まあ、IT 技術者の話少し出てましたけど、はい、今後 AI を使う上ではあの従来技術の技術者の知見っていうのは非常に大事になっていくんじゃないかなと、はい、あのセマンティックスという言葉あの聞かれたことも多いかと思いますけど、例えばね、あのニトログリセリンっていう言葉を聞いたときに、まあ、医療関係者やとこれ心臓の薬ですとなりますし、抗酸、はいはい、技術者、まあ、これあのちょっとまだニトログリセリン使ってるのかどうか知らないですけど、ちょっと待ってもらいたいので、なんかあの葉っぱのための道具やと、はい、化学者やったら何らかのこういう化学式があって、何かの材料に使ってと、はい、あと安全管理する人やと消防法とかそういったところのベースで多分物事を考えると思うんですよね。はい、それがどの文脈、セマンティックスで、またコンテクストで理解されてるのか、そういったところって AI には理解できないですし、AI 技術者がそこに対して正しい知見を持っているわけじゃないと。はい、そこに正しく理解させて、まあ、あのその結果が正しいかどうか判断できるっていうのは、やっぱり従来の起点であったり、科学の技術者の、はい、あのであろうというふうに思ってまして、やはり、はい、その従来の技術を持っている人ほどあの AI を学び使いこなせる人がある。それも先ほど言ったこのローコンテクストなきちんと言葉で説明できるようなそういった、ことがやれないといけないと、そういう時代が来てるんじゃないかなというので、だいぶそのエンジニアにとっても転換期というか、まああのまあ我々ももっと勉強していかんとあかんなと、うん、思うところではあります、ね、うん、なかなかね、日本人どっちかっていうときちっと定義を決めてカチカチとやることに対してのなんかストレスっていうかありますよね。なんかまあここら辺だとあの今ちょっと最近日本人論と日本論みたいなのハマってるんでちょっと気にはなるところですけど、はい、確かにあのこういう、なんでしょうね、まさにセマンティクスの問題って、かなり大きな、デジタル化では、ね、通らないといけない道ではあるので、まあ、世界の人たちと一緒になって、ここら辺を一緒に考えていく以上に、そう思い出した。日本語でちゃんとこれを整理しないといけないんだけど、そこの重要性を日本人が自分で自覚してないよねっていうのはどっかであるあらいの中でもあの課題定義されてましたね、はい、あのちょっとその生成 AI、まあ、あのうちの若い技術者結構使ったことがあるって言ってそのあたりがものすごい心強いところではあるんですが、彼らが口を揃えて言うのは生成 AI に理解させるような日本語を使うと日本語らしくない日本語になると、でちょっとあのこれ今度だいぶ私のこれあの試験なんですけども、はいはいはい、やっぱりその言葉の構造自体がだいぶその日本語とど、まあ、ちょっとあのドイツ語もぼちぼち勉強あのしてるんですけども、まだあの初心者ではあるんですけどだいぶ違うなと、あの、はい、ぶっちゃけ英語喋るよりしんどいですね、うん、っていうのはなんでかというと、あのまあ、ちょっとここに書いてるのは全部説明したらだいぶ長くなるんですけども、あの一旦言いたいことを全部頭の中でまとめてパッケージにしたいとはあの出せないんですよ。普通あ英語はあのいわゆる SV とか SVO とかあの語感の部分だけバンと言ってあと串でつけるところを後から考えていけばまだあの追っついたりもするんですけども、それもできない、はい、もう最初のその語の、文の幹の部分が一番前と一番後ろに分かれるんで、あその間に全部必要な情報を突っ込んでいかないといけないんですね。なんか人それで一つのカプセルになってるような形で
なるほど。そうなってると、やっぱり言語的なとか、言葉っていうのは一つのロジックで秩序ですから、はい、うん、このあたりのやっぱり違いもあるんじゃねえかなと思って、見てるところでもあります。この辺私あのだいぶ独断が入ってるんで、もしかしたらもっとドイツ語に詳しいから、いやそんなことねえよという方おられるかもしれないんですけど、ね、はいはい、1年ちょっと真面目に勉強しただけの人間なんで、はい、まあでもこのあれを見ると日本語っていうのに適した生成系 AI があってもいいような気もしますよね。気もしますよね、はい、なんかそういうの頑張って日本作って、もともとこういう構造だからこそ日本的な面白いアイデアが出やすい構造かもしれないし、まあこれツッコミどころいっぱいあるんで、ここのぐらいにしときますはい、じゃあ藤野さん。はい、3つありましたよね。まず国としてどうするかっていう議論なんですけど、はい、2つだけお話ししたいと思います。国については、はい、1つは標準化政策、1つは先ほど触れられたワーク 4.0 なんですけど、はい、標準化政策は日本ではですね、これ知財戦略として捉えられてます。特に政府が、ね、政府は内閣だったかな、知財戦略本部があって、そこで標準化政策を捉えられてます。それは日本初の標準を作るということで、一つ知財を主張していくべきなんだ、これが、はい、技術で、勝って、経営で負けるということをリカバリーする手段だっていう話で、あるんですよね。これはこれで僕はまあ間違いじゃないので、これはこれでいいんですけど、それだけかというと僕は違うと思ってますと、はいはい、やっぱ社会エコシステムの中で、自分の提供するモジュールを位置づけていきながらレバレッジを利かしてエコシステムのモジュールプロバイダーとしてグローバルに展開するという、こういう戦略もあり得るわけなので、決して日本初の標準だけをですね議論するのではなく、世界中でどんな標準が議論されているかという話をこうきちんとモニターして日本の企業の方に周知すると、これ出来上がる前ですよね。出来上がる前にこんなワーキングが、まあ、アメリカで立ち上がった、もしくはドイツで立ち上がった、もしくはフランスで立ち上がったという情報をですね、できるだけ幅広くインテリジェンス を集めて、周知して、まあ、できれば同タイミングで議論をしていく、まあ、そうじゃないとマーケティング戦略にならない、そういう形でですね、標準化を時代戦略としてだけではなくですね、このエコシステム形成戦略としても捉えていただきたいと、これが1点で、2点目はワーク 4.0 で、これはドイツは6の9が正しければですけど、社会人が工科大学で勉強するのに1人当たり200万支援しましょうという話を初め言いました、工業大臣が。で民間企業と対話をしますという話のレポートを書いたんですが、ホフマンさんがもう何年もやってたっけね、18年です、18年いらっしゃった時に、僕がこれ素晴らしいですよねと、ワーク 4.0 200万円ね、社会人が工科大学に支援してくれる、こんな素晴らしい政策は日本ではなかなかないですと言ったら、ホフマンさんがいやいや私は反対だとおっしゃった、なんで反対なんですかって聞いたらば、いやいやそんな社会人がちゃんと勉強しようと思ってるのに上限をつけるのはおかしいって、全部無料にすべきだ、これはね、失礼しましたって感じで、確かにものすごく技術の変化が激しいので、そのいろんなソフト、まあ、PLM にしてもね、何にしても MS にしても、うん、最先端のものを勉強し、かつ、まあ、それをマネジメントに生かすためにはやっぱかなり議論しなくちゃいけなくて、そのためにやっぱ大学をですね、うまく利用するのが一つの手かなと。大学の先生にももちろん勉強していただかなくちゃいけないけれども、どんどんその社会が高度になってきているので、そこをうまく使うべきかな、そのためには大学は社会人もしくは学生はもちろん修士課程博士課程全部無料にしてもいいんじゃないかなというふうに思います。これはぜひ真似していただきたいなと。
から2つ目は企業としてどうするかということなんですが、これはもう冒頭から申し上げている通り、とにかくグローバルマーケットに対してサービスで展開するということを本気で考えていただきたいと、それはそのこれまでのビジネスではですね、やっぱり変則してしまうのは見えているだろうと、サーキュラーエコノミーですと、さらに G7 のポジションが2030何年でしたっけね、経済規模としてもそれ以外の国よりも小さくなりますと、抜かれてしまいます、かつ成長率としても抜かれてしまいますと、で我々は G7 だけで食っていくということを決めた瞬間に負けます、はい、これはもう最終的には M&A されて負けるだけの話なので、はい、なんとしても新興国展開しなくちゃいけない、それはね、製品じゃおそらくないんですよ、サービスとしてソフトウェアをベースとしてスケールアウトできるようなそういうビジネスを作っていかない限り新興国にはもう展開できない、1人当たり GDP は少ないから、なので今の高付加価値の製品を持ってて売れないです、なのでそこをうまく考えなくちゃいけない、このアジャストメントをですね、先進国の製造業は考えていると、そこをこう明確に意識していただきたいと、でそうするとサービスエコシステムを使っていかなくちゃいけなくて、これはドイツじゃなくて MIT のピーター・ウェールっていうビジネススクールの先生が言ってるんですよ、それはもう、要するにモジュールプロバイザーにならなくちゃいけない、それからあわよくばエコシステムドライバーとしてエコシステム全体を作るという、作ってサービスをする、要するにモジュールプロバイザーを使いながら組み合わせてこういうビジネスモデルに転換するべきだということを彼はもう数年前から言ってますが、この方向でビジネスチャンスを狙うべきだろうなというふうに思います、はい、はい、ありがとうございます。あとは、まあエンジニアとして、まあまあ、まあ、もう全部いっぱい言わなくてもいい。はい。中島さん。今藤野さんおっしゃった標準化の話、その海外のものであっても、それはいいものであればしっかりどうやって使うのかっていう話っていうのは、とても大事だと思うんですけれども、もう一つはその。こういう話を企業にするとですね、あ、いや、うちはもう標準化の担当いるから、ちゃんとその人たちが考えるからみたいな話にヒュッといっちゃうんですよね。ところが、標準化でこう、アウトプットされる文章っていうのは割と抽象的な書き方をしていて、これってどういうふうに なことを考えてるのっていうのはなかなかわかんない。だから、それのこの向こう側にあるそのユースケースっていうんですか、こういうことをやってでこういうふうに儲けちゃうんだよっていうのをちゃんとこう紐解いていかないと、標準のあの文章をずっと眺めてるだけで分かんないんですよね。でそうするとものすごい時間差が出ちゃう、その最初からこれやってやろうって思って標準作ってる人と、その抽象的な文章を読んで分かんないねって言ってる人とではもう例えば3年5年時間差ができちゃう、そうですね、そこはすごくやばい。だからやっぱりそういうどっかの提案が出てきたときに、これって本当は何を狙ってて、どんな使い方を考えてるのっていうのを、その標準の担当者だけじゃなくて、やっぱビジネスをやる人たちがそこに入って読み解いて、じゃあうちの会社だったらどうだっていうふうな話をできるようにしていかないとちょっとまずいのかなというのはすごく思っちゃいますね、うんうん、まあ標準化非常に難しいですよね。その日本人は実装力が高いって言われていて、本当に現実に即した形にそのインプリメンテーションしていくのが得意なんだけど、そこじゃないじゃないですか、標準化っていうのはね。で逆に言うと標準化本来その実装技術を固定してはいけませんっていうのが本来の標準化なので、そこも本当にどこまでみんな理解できてるのかなっていうのはすごくあるし、ただそういう中で自分たちが得意としてるところが標準化の対応とは外れてるっていうことをよく考えなきゃいけないし、そこがまだまだ中、まだまだ中なんですかね、なかなか日本の中で落ちていかないところのような気はしていますね。ただあれですよね、中島さんが今運営している、国際標準化支援っていうところでは、日本の、スマートマニュファクチャリングに関連しそうないろんな標準化団体を全部集めて、適宜その動向をお互いにシェアして、今何が起きてるんだろうっていうのを議論していくようなことを、まあもうかれこれやって8年
8年ぐらいやってますよね。だからそういうのを地道にやってって理解者を増やしていくっていうのが非常に大事なんだなとは思いますね。さてで、残りも、5分を切ってしまいましたので最後、本当は質問という話もあるんですけど、まあ、この調子でこの人たちと話しているといくらでもいっちゃうのでRRI にへの期待ということで最後、もうまとめなしでその最後期待を皆さんから、自分たちが関わっているという立場も含めてなんか、一言ずついただけたらいいなと思います。で、それをお三方にいただいて中島さんが頑張ってきますっていう、あ、そういうこと感じかなと思ってますけど、はい、まず福本さんから。RRI さんが2016年にプラットフォームインダストリー 4.0 と、合意をした後に、やっぱりそのいろんな情報発信とか EU とかドイツの情報交換を継続しているとかすごく感謝をしていて、で、やっぱりそういう情報できちんと発信をしてくれるとかすごく感謝をして、今後も期待をしているし、やっぱり日本企業の皆さんもこういう情報を活用しながら自分ごと化をして、で、ベンチマーク情報も自分ごと化をして、したたかにやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなって思いますので、引き続きやっぱり情報発信すごく大事だし、そういう連携もすごく大事だなと思っています。よろしくお願いします。馬場さんいかがですか。はい、ですね、今福本さんって情報という点でおっしゃいましたけど、人と人とのつながりっていうのを作っていただいているっていうのが非常にありがたいなというふうに、と思ってます。もちろんそれは国内この RR に参加されている企業さんだけではなく、さまざまな国の、キーマンとの、人脈を作っていただいている。でそこに私もちょっといろいろ乗っからせていただいてますし、その人脈を通じて、私も昨年のハノーバーメッセで講演させてもらうというなかなか得難い経験をさせていただきましたので、そういうところでできた、そこでまた新しく、できた人脈をこういった RR さんともつないで、うまく、こういうネットワークを広げていきたいなと。やはり私も標準化の部署にいますけども、標準化っていうところは人と人のつながりっていうのがないとなかなか、やっていけないところがありますので、今後やっぱりそういったところでも引き続き支援をお願いしているし、何らかの貢献ができればなと思っております。はい、じゃあ2つありまして、1つはですね、国際ネットワークで、ともすると RRI はドイツマフィアじゃないかな。プラットフォームインダストリー 4.0 との、カウンターパーティーはそう言われるのは仕方がないんですが、決して RRI がやってることはドイツだけの話じゃなくて、アメリカセスミとも連携してるし、アジアとつながってるわけなので、国際ネットワーク、国際標準としてですね、RRI がこれからもどんどん活躍していただきたいと、でさらに言うとプロモーションですよね。日本企業向けにやっぱりもっとその非常に素晴らしい活動されているんだけれども、報告書がホームページに載ってますと、それだけは誰も読んでくれないっていうのはちょっと言い過ぎですが、エキスパートの方々は読んでいただいてるんですけど、世の中にインパクトを与えるためにはそのプロモーションに対してですね、やっぱかなりエネルギーをかけていかなくちゃいけないかなと、で、あえて言うとその時に一つ使えるのが、もちろんその、本当の予算も必要でしょうけど、もう一つ使えるのが大学だと思ってて、大学の先生方、工学系の先生方、もしくは経営工学の先生方、こういう先生方を幅広くネットワークを作ってですね、アカデミズムを巻き込む中で大学にも変わっていただくし、新しいネタを研究 の, テーマを与える中で、グローバルネットワークをレバレッジをかけてですね、さらに活発にやっていただけるといいかなと、こんなふうに思います。はい、以上でございます。これ小川さんが振ったか、小川さん振ってなかったっけ。はい、すいません。じゃあ中島さん最後、なんか受けてというのは重たいけど、RRI って別に RRI の事務局参画している皆さんがそのものが RRI ですから、例えば今日いろんなお話あったやつを受けて、誰がこれ変えんのみたいな話っていうのもあるでしょうし、いきなりそんな変わっていくの難しいんだけど、
今日の話面白かったら、やっぱりちょっと RRI のところでいろいろ話してみたいなというふうに思われる方は、どん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 その RRI コンタクトいただいて、でそういう輪が広がっていけば、あのどんどんできること増えていくと思いますので、まあ、そういうふうに我々もしていきたいなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございます。あの、まあ、一番大切なのは確か、福本さんがさっきどっかで言葉で、同じ言葉じゃないかもしれないですけど、自分ごととしてっていう表現をされてたと思うんですけど、結局国際で見てるとみんな自分ごとでやってるですね。はい、だからこそ自分ごとでやるようなことができる場として、まあここまで成長してきたのかなという気もするし、これをまあ頑張って続けていくのかなという気がします。はい、もう時間ちょっと過ぎましたけれども、これで今日の、あの場目線の24年のを解くと、紐解くということで、進めてきましたけど、終わりにさせていただきたいと思います。あの本来ですと会場でやってたらここで拍手お願いしますって言えるんですけど、オンラインですので、皆さんからあのパチパチというマークが出るのかな、そんなものを、いただけたら、はい、嬉しいです。あのたくさんありがとうございます。はい、本来質問を、挙手しましたということで、あ、はい、ありがとうございます。あの質問が終わりになる方も あるかもしれませんので、事務局の方にメールをいただければ、まず私の方でちょっと、見てですね、またあの、必要に応じて関係者に回答してもらうようなことも、頑張ってやっていきたいと思います。これで、今日のところを終わりにさせていただきたいと思います。なお、ちょっと宣伝です。近々ですね、すいません、ポン、ハノバメッセの2024、これはあの RRI の中の報告書です。そろそろ発表になると思っています。それから、これも近々ですけども、産業 IT のロードマップということで、日本としてまさにどういうことをやっていったらいいのかみたいなことをとりあえず試案として出す報告書がやっとまとまりました。これもあの時期に発表されると思います。こうご期待ということで、見ていただければなと思っております。はい、では以上で、本日は終わりにさせていただきたいと思います。長い間あの、聞く一方でなかなか辛かったかもしれませんけれども、話の内容はいろいろと多岐にわたっていて、知らないこともいっぱいあのインプットされたんではないかなと思っております。またこういった機会を作っていきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。以上で終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。